もうすごいで、今頭の中でイメージを作ってるところで今必死なんですけども、例えば体育の授業をやってて、バドミントンだったりすると、家でできるようなことだったりとか、例えば今冬休み入るんで、2、3週間間空いちゃうんですよね。なんで家でもできるようなことをこれやっといてみたいな感じでいうことあるんですけども、投げといてってね、危ないですからね。家の中で投げといてって言っても、やっぱり安全が確保されない空間だったりとか、家での練習みたいなことってなんか即されたりするんですか？やっぱり上を目指してる連中、には、例えば投げるっていうのはもうできないですけど、タオルちょっと湿らせて先っぽ団子にしてこういう振る練習とか、逆にゴールボールなんかもタオルをちょっと湿らしてでお団子作って床に叩きつける練習とか、そういうのはやらせてましたね。やっぱり動かした分、やっぱり感覚もいい感覚になるか分かんないですけど、筋肉もつくし、それからやっぱりどこがいいかっていうのは分かるんで、そのゴールボールっていうのは投げよりももっとこのボーリングやらない限り球を転がすなんていうことないですから、ガムテープを山折りにどうやって説明ないかな。こんな風に床に張って、で、パチン！ここを叩けと。空中で、地面を叩かないように、これを指先でピシッ、ピシッってやる練習を、1日100回した声とか、要するに、家の中でできるようなことは、ちょっとこれ汚いですけど、そんな、メニューは宿題で出しましたけど、いくつも出せないんで、あと、どっかへりがあったら、玄関でも何でもいいから、指引っ掛けてぶら下がっとけと。そんなことぐらいですかね。完全にできる工夫はあるんですね。ありますね。他にもなんかください、そういう。多分、これ、パラの選手だけじゃなくて、本当に選手で強くなりたいと思ったら、やっぱり指先、足先鍛えるトレーニングっていうのは家の中でできるんで重要なんだろうなって。で、いくら体幹だけ強くしても、最後の最後って、水泳にしてもゴールボールにしても多分、体操でもそうかもしれないけど、指先がきちっと力が入ってるかどうかなんじゃないかと。なので、種目にもよると思いますけど、指先のトレーニングっていうのは僕は結構好きで、生徒たちにっていうか選手たちにやらせてましたね。はい。ブラサドリって何かありますか？はい。なんかね、先ほどヘリにブラサドリおっしゃってましたけども、他にもなんかこんなみたいな。ぶら下がり健康器があれば一番いいんですけど、どこの家にも一度あるのかもしれないけど、大体洗濯、干す場所になってるでしょうけど、やっぱり、なんでしょう。懸垂とかなんかは、家の中、公園とか行けば鉄棒いくらでもあるでしょうけど、自分の家の中でぶら下がれる場所ってもう玄関の扉かぐらいしかないんですよ。パッとこう普通アパートとか見渡したときに、木造だとちょっとカーテンレールとかだったら間違いなく落ちますからね。なので、一人暮らししてる全盲の子にトレーニングとなるとやっぱり数限られてちゃうのかなとは思いますけど、家の中でできる音のしない筋トレっていうのは結構、まあまあまあ、それはもう皆さんの方がもう全然知識多いんだと思うんですけど、全問生でもできるのとなると、例えば、この腕立て伏せも、プッシュアップじゃなくても保持ですね。もう胸つきそうなところでもうここで30我慢しとけと。で、キープの方を僕は、これだと音しないんで、ミシミシもしないんで、とか、V 字腹筋してて、で、足上がったところで、とにかく10秒完了しろと。で、つま先は、上げるんじゃなくて伸ばせと。その方が、腹直筋に直接負荷がかかるから、そこで10秒耐えろとか、そんなのはしましたけど、させてましたけど、まあ、やるやつはいくらでもやるし、やらないやつは全然やってこないし、それが選手の記録にそのままいずれ直結するのかな。で、やってみたらとは言いますけど、絶対やれとはもう言わないですね。やりたいやつはやって強くなればいいんでって感じで、指導者としたらちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、まあ、ある種やる気を見て、本当にやるやつしか面倒見れないぞ、俺はっていう、なんか裏返しでもあるんですけど。花岡さんに怒られたかもしれないけど。